試合再開となります。シエコルベッツが5番、さあこのランプレー出ます。キャリア5番、キャリア5番ハンドオフを受けて右オフタックル付近を駆け上がり約5ヤードのゲインとしています。ナイスラン。オフタックルはオフェンスラインのタックルと呼ばれる 最大最強の選手の外側を指します。オフェンスにとって最も力が集めやすいこのポイントがラッシングポイントの重要な加点となっています。CA コルベッツサーダウン5、ボールオンギリ41ヤードラン、ナイスタックル、クワラトンナイスプレー。コルベッツはランプレーによりトップを図らんとしました。しかしこれを熊本8番がチャージしまして大きくロス、3ヤードロスを奪いました。見事なタックルを決めました熊本マーベリックス。8番は村永、佐賀大学出身。シエコルベッツフォースダウン8、パントフォーメーションを選択します。パント体系です。パンターは19番小倉選手、ナイスパン。リターナーは2番久保田選手、ナイスリターン。自身の40ヤードリターナー2番、自身35ヤードを超えた地点まで返しまして、この位置から熊本の攻撃と変わります。攻守変わりまして熊本自陣39ヤードからの攻撃に入ります。熊本マーベリックスファーストアウト。さあ熊本マーベリックス自陣40ヤードからファーストアウト。バランス体系クォーターバックは5番吉村選手、モーションパス、ナイスパスでゴール、そのままいったタッチダウン。クォーターバック5番ここでランプパス、右サイドライン側に駆け上がっていたワイドレシーバー87番がターゲット。これを見事87番キャッチし、そのまま一気に独走エンドゾーン駆け込んでタッチダウン。さあタッチダウンしたので、 CA コル失礼しました、熊本マーベリックス6点獲得。見事なタッチダウンパスを投じました。クォーターバック5番は吉村、取りました。ワイドレシーバーは87番林でした。33対0、バイホーポイントはフィールドボール体系、一貫は3番中村選手です。ナイスキック、キック成功、1点追加、34、ワウトマーベリックス34点、 CA コルベックス0点。かつて感覚の名ランニングバック三井、山田、そして東畑と軒を並べておりました名キッカー中村のキックによりさらに得点を広げまして熊本マーベリックス34点となりました。第4クォーター残り9分55秒熊本は34対0でリードしております。熊本マービスキックオフリックカバーで試合が再開します。キッカーは変わりまして3番、そのトライフォーポイントを決めた中村のキックオフで試合再開です。さあキックリターンはリターナーしたのは中村、技ありのチープキックによりビッグリターンを避ける形にしまして熊本、CA コルベッツ自陣30ヤードを超えたあたりからの攻撃という形になります。
シーエコルベツ自陣30ヤードからファーストダウンテン。コーダーバック松田選手パス。さあパス成功、パス成功。クォーターバック14番プレッシャーを吐きながらターゲットカバーされていると判断しセーフティーバルブ、安全面になっているランニングバック5番へのパス、これが通りまして約4ヤードのゲインとしています。さあ4ヤードゲインしてセカンダウン6、プレッシャーある中正確な判断をしましたクォーターバック14番は松田、立命館大学出身、取りましたランニングバック5番は久野、福岡大学出身です。シエコルベツセカンダウン6、パス、ナイスパスカット、パス不成功。クォーターバック14番ギリギリまで耐えましてパスを投じましたが、このパスを熊本81番がパスカット、パス不成功によりサードダウンに変わります。81番は加藤、佐賀大学出身、残り8分50秒です。シエコルベツサーダウン、サーダウン7、ヤードを訂正します、サーダウン7です。ナイスキッチ、ナイスキッチ、パスパスが成功して、クォーターバック14番、このプレッシャーある中ワイドレシーバー22番にパス、21番もカバー熱い状況、これを見事競り勝ちまして攻撃権更新です。CA コルバッツファースター、見事なパスを投じたクォーターバック14番は松田、取りましたワイドレシーバー22番は柴田、九州産業大学出身のプレイヤーです。さあ CA コルベッツ50ヤードから、CA コルベッツ自陣49ヤードからファースターアンテン、アンバランスパス、ロールしてナイスパス、パス成功、44番、ナイスキャッチ、ファースター、今度はターゲット44番、中央付近にいました44番にパスを出しまして、シエコルベッツファースター、攻撃権更新続きます。ターゲット44番は西原、久留米大学出身、シエコルベッツファースターンテン、さあパス、パス成功、22番、再びパスプレー、今度は22番中に入ってきた22番に通しまして約5ヤードのゲインとしています。ここではホイッスル、2人が出ております、早い、参加が早いです。ここで負傷者が発生しましたためレフリータイムアウトが入っております。さあ熊本マレックスに怪我人が出ておりますのでレフリータイムアウトが入っております。さあ試合再開となります。シエコルベッツ相手陣34ヤードからセカンドダウン5。さあ中央のランキャリアは5番、ナイスキャッチ、ナイスランファースター、ナニバック5番ハンドオフを託され中央突破、密集点をすり抜けるように攻撃権更新を果たしました。シエコルベッツファースター、ナニバック5番は久野、福岡大学出身のプレイヤーです。さあ試合時間残り7分10秒ほど、シエコルベッツ相手陣29ヤードからファーストダウンテン。さあアンバランス体験から、
さん落としてしまったが、ナイスタックル。ここでトラブル発生。コーナーバック16番スナップを受け損ねました。なんとかリカバーしプレーを続行しようとしましたが、結果的に大きくロス、約10ヤード後方に下がる形になりました。試合時間残り6分30秒です。 CA コルベッツセカンドダウン20、ボールオンは相手陣38ヤード。さあバランス体系からパス、ユミーサーク。ここでパスプレーに挑もうとしました。クォーターバック69番14番、しかしこの下がったところを熊本69番が猛追、キュービーサックしまして、さらにロスを奪いました。さあサーダンロングのシチュエーションです。キュービーサック決めました熊本マーベリックス。69番は平岡、佐賀大学出身。シエコルベッツサーダンロング、インターセプト、ターンオーバー。8番村永選手でした。これを熊本はシエコルベッツ14番ロングパスで突破図らんとしましたが、そのパスを取ったのは熊本マーベリックス8番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトしましたのは熊本マーベリックス8番の村永、佐賀大学出身のプレイヤーです。さあ熊本マーベリックスウォーターバックが18番カキです。熊本マーベリックスファーストアンテン。ターゲット83番ナイスラン、ファーストラン83番選手。ここで熊本はまず外へ振る形でワイドレシーバーにヒッチパス、これを取りましたレシーバー、キャッチアンドランし攻撃権更新です。熊本マーベリックスファーストラン。83番吉村選手の見事なキャッチアンドランしましたのはワイドレシーバー83番の吉村、東京工業大学出身。さあバース3点、さあラン中央のランで外して31番、さあランニングバック31番なんとかタックルを振りほどきオープン展開しようとしましたが、しかしこれはコルベッツ逃しません。追いかけまして約5ヤードロスに変えています。31番大室選手、フリースタイルカヤッカー様メッセージありがとうございます。ぜひこの熱戦をご観戦ください。さあ熊本、さあタイムアウトを取りました。レフェリータイムアウトで試合が止まっております。現在レフリーによるタイムアウトが入っております。さあ40秒計が壊れたようです。
さあ試合再開となります。さあ熊本セカンドダウン15、自陣25ヤードからセカンドダウン、ドロー、キャリアはドロープレー、パスに見せかけたランプレー、裏を突くようにラニ枠32番に走らせました。しかしこのランによるゲインは約3ヤードにとどまっています。キャリア32番は高松、日本体育大学出身。30秒です。熊本もマーベリックス、自陣28ヤードからサードダウン12。熊本マーベリックス、サードダウンロングのシチュエーション。クォーターバック、柿内選手。さあ、ラン、31番。ナイスラン。ラニバック31番、ハンドオフから右オープンへのランプレーを展開しました。31番、大村選手。攻撃権更新を図りましたが、しかしこれは、ボロネッツのディフェンスに阻まれ、フォースダウン、4回目の攻撃という形になります。試合時刻は残り2分50秒です。キャリア31番は大黒。大阪教育大学出身のプレーヤーでした。さあ熊本マーベリックスは熊本フォースダウンでパントフォーメーションを選択します。さあショートになって触ってしまった。このパントは CA コルベツ陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。熊本この攻撃は得点に結びつけることができませんでしたが、しかし時間を消化することには成功し、残り試合残り時間2分12秒となっております。シエコルベツ陣35ヤードからの攻撃に入ります。試合時間残り2分12秒シエコルベツファーストダウン10、10秒パス。10番コーナビ選手へのパスが成功。パス成功。クォーターバック14番外にいましたランニングバック10番にパスを通し、10番キャッチアンドラン、これが構想し約5ヤードのゲイン。しかし中で倒れてたため時計は回り続けます。50秒ほど。シエコルベツセカンドダウン5、ボールオン自陣41ヤード、試合時間残り1分40秒を切りました。セカンドダウン5、パスダウン。さあ再びランプレー。しかしこのランは熊本に止められまして約1ヤードロスという形になっています。時計が進んで1分20秒切りました。CA コルベツサードダウン6、試合時間残り1分を切ります。しまいました。 CA コルベツサードタイムパス、あとはパス不成功。はいです。クォーターバック14番ワイドレシーバー22番にパスを投じましたが、このパスはわずかに低くパス不成功となっています。柴田選手パス失敗という形なので、ここで一旦時計が止まっております。試合時間残り48秒。シエコルベツフォースダウン5、プレーを選択します。ギャンブル、フォースダウンでギャンブルです。パス、キュービーサー、ここでパスプレーにより状況打開を図りましたが、しかしこれを仕留めたのが熊本69番キュービーサックにより攻守交代となります。ターンオーバー。さあ残り30秒なので、もうビクトリーフォーメーションですかね。見事キュービーサックを決めました。熊本マーベリックス69番は平岡、佐賀大学出身。
佐賀大学、失礼しました、熊本マーベリックス、ファーストダウン10、ボールオン相手陣33ヤード、試合時間残り37秒。パス不成功。クォーターバック18番、パスプレーを展開しまして、ターゲット2番へのパスを投じましたが、このパスは若干力がなく、パス不成功に終わっています。試合の時間の消化ではなく、プレーを選択するのはおそらく CA クロベッツにタイムアウトが3つ残っているためと思われます。熊本セカンドダウン10、不成功。ここで一気にエンドゾーンを狙わんとするロングパスを投じました。しかしこのパスはディフェンスに阻まれ、パス不成功です。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。試合再開となります。試合時間残り17秒、熊本マーベリックスサードダウン10、熊本相手陣33ヤードからサードダウン10、2ダウン時計を回します。2ダウンで時計を進めるです。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、熊本マーベリックス34点、CA コルベッツ0点で熊本マーベリックスの勝利。熊本マーベリックス九州チャンピオンとなりました。両チーム素晴らしい戦いでした。九州王者決定戦にふさわしい熱戦だったと思います。CA コルベッツ奮闘むなしくここで敗退という形になりますが、しかしこの子に来るまでにユニコーンと大接戦をしまして、このフランボールに出場を決めました。素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。
この場所も素晴らしい戦いでした。引き続き表彰式を行いますので、両チームはそのまま待機してください。そして続きまして、このまま引き続き表彰式に移ります。それでは、九州社会人アメリカミニガンフットボール連盟、第34回、フランボールの表彰式を行います。主将は、熊本鍋です。代表の方ですけれども、優勝しました熊本マルエックスに優勝トロフィーが贈られます。優勝おめでとうございます。続きまして、本日の MVP です。MVP は熊本マーベリックス、31番東京軍。そして MVP は熊本マーベリックス31番ランニングバック大黒が受賞しました。この試合でも素晴らしい走りを見せました。続きまして、第41回春季リーグ戦の個人表彰を行います。まずオフェンス部門、CA コルベッツ松田選手。そしてシーズンの最優秀選手賞受賞です。まずオフェンスの最優秀選手賞は CA コルベッツクォーターバック14番の松田です。そしてラッシング部門はユニコーンの栗原選手が受賞しました。続きましてレシービング部門、CA コルベッツ柴田選手。レシービング部門は CA コルベッツの柴田です。QB サック部門は熊本マーベリックス平岡。続きましてタックル部門、ユニコーン篠田選手。タックル部門は、ユニコーンの篠田。続きましてインターセプト部門、熊本マーベリックスカーズ選手。インターセプト部門は熊本マーベリックスの川津選手が取りました。
これで、表彰式を、終わります。表彰されたチーム、選手の皆様おめでとうございました。受賞された方々皆様おめでとうございます。最後まで、受賞された、皆様最後まで、寒い中、ありがとうございました。引き続き、来年もよろしくお願いします。これをもちまして今シーズンの九州社会人リーグのすべての日程が終了という形になります。皆様ご観戦ありがとうございました。そして両チームナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり家業のため一度は離れた仲間が戻り脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語をかつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちまして九州社会人アメリカンフットボールの今季日程は全て終了となります。所属しております全てのチームは残されております招待試合となっておりました、東京で行われます川崎での JPFF 交流戦を除きまして全ての日程終了となり全チームはひとときの静寂の冬を迎えます。そして彼らはこの伏涼放出の時を経てやがて訪れる開花開校の春を謳歌し鍛錬研鑽の夏を乗り越え再び試練激闘の秋に挑みます。その果てにこの本会の地を訪れるのが果たしてどの強者となるのかその光景を楽しみとしつつ本日の配信終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信受けたまわらせていただきましたのは私道楽屋リチャでした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。